先生と役割のある質問で一体ずつ読むんですよ。先生3、最低でも3個はあるはずです。ご親族とかも、こちらはご親族なんですか？関係者の佐竹家の。要するに、コースなんて書いてるから。こちらは歴代、あてが、吉重公の関係者だけのお位牌。代々。代々なんですか。吉重公のご子孫で、あちらとはまた別に。なるほど。そうですか。この人が下蔵の最後の殿様なんで、そうですね。向こうから来ると必ず来るんですよ。そうですよね。まあ、なるほど。そういうことですか。